の出し合いっこしようよ。やろー。何それ。この最強生物のクイズ図鑑から交互に問題を出していくんだ。そしてもう一人が答えるの。楽しそう。それじゃあ早速僕から問題を出すね。どんとこい。最強生物クイズ1、ライオンのたてがみにはどんな役割がある？こんなの簡単、強さの象徴だよ。クマくん待って、まだ続きがあるんだ。ごめんごめん。首を守ったり体を大きく見せたりすると考えられていますが、他にどんな役割があるでしょうか。1、子供を温める役割。2、メスの気を引く役割。3、敵の接近を知る役割。この3つの選択肢から選んでね。どれだろう。あのたてがみふさふさしててあったかそうだよね。多分気持ちよく寝られるんだろうな。確かに。でもメスの気を引く役割とかもありそう。たてがみはメスにはないもんな。うん。それじゃあ2、メスの気を引く役割。クマくん、本当にそれでいいの？違うの？答えは2、メスの気を引く役割でした。やったー、正解だー。たてがみの色が黒いほどメスのライオンにモテるんだって。そうなんだ。それじゃあ次は僕が問題を出すな。最強生物クイズ2。ライオンのメスは集団で狩りをするんだけど、どんな風に獲物を仕留めるでしょうか。どんな風にか。この問題も選択肢があるよ。1、木の上から飛び降りて襲う。2、崖に追い詰めて落とす。3、獲物を驚かせて待ち伏せ役の元に追い込む。崖に追い詰めて落としちゃったら獲物を捕まえられないんじゃないかな。確かに。楽クイすごい。そしたら1の木の上から飛び降りて襲うじゃないかな。驚かせて待ち伏せ役のところに追い込むってすごく難しそうだもん。そしたらラコくんの答えは1でいいな。うん。答えはブブー。3、獲物を驚かせて待ち伏せ役の元に追い込むが正解でした。そうなの。気づかれないように何頭かで獲物の群れを囲むんだって。そのうちメスの1頭が風の吹く方から飛び出して獲物を驚かせるよ。驚いて逃げた獲物を風下にいる待ち伏せ役が仕留めるんだって。すごい。メスライオンって頭がいい。みんなで協力して獲物を仕留めるんだね。次はラッコくんが問題を出す番だよ。最強生物クイズ4。トラなど猫の仲間の牙は何本ある？1、上に2本。2、下に2本。3、上下2本ずつ。上に牙があるのは見たことある気がする。食べる時も上の牙は必要そうだよね。下には牙あるのかな。決めた。3、上下2本ずつ。答えは正解。やったー。クマくんすごいね。トラやライオンなどのネコ科の動物の口には上下に2本ずつ牙があるよ。この牙は犬歯という歯が鋭く伸びたものなんだって。このトラの迫力すごい。大きな牙がよく見えるね。最強生物クイズ5。速く走ることができるチーターの足の秘密は何でしょう。1、前足の指が6本ある。2、先が馬の蹄のように硬い。3、爪が引っ込まない。速く走る秘密か。難しいな。前足の指が6本あったら強く蹴れそう。先が硬くても良さそうだな。爪が引っ込まないのもしっかり蹴れそう。全部正解に思えてきちゃったよ。1、前足の指が6本あるかな。ブブー、違うよ。じゃあ2。ブブー、残念、それも違うよ。それじゃあ3、爪が引っ込まない。ピンポーン、正解。そうなんだ。大人のチーターは爪が引っ込まないようになっているから、地面をしっかり蹴り、動物最速の時速 110km という速さで走ることができるんだって。普通他の猫科の動物は爪を出したり引
できるんだ。チーターは爪が引っ込まないんだね。初めて知った。僕も。最強生物クイズ6。ユーマがジャンプできる高さは、1ビルの2階と同じ7メートルくらい、2信号機と同じ5メートルくらい、3大型バスの高さと同じ3メートルくらい。ヒューマはジャンプが得意なのかな。でもさすがにビルの2階と同じくらいは飛べないんじゃないかな。ここは2、信号機と同じ5メートルくらい。違うの？そしたら大型バスの高さと同じ3メートルくらい。また違うの？そしたらビルの2階と同じくらいってこと？正解。哺乳類の中でも一番高くジャンプできるのがピューマなんだ。高くジャンプして岩山を走り回ったり、木の上の獲物を捕まえたりしているんだ。ビルの2階って、ピューマってすっごいね。追いかけられたらあっという間に捕まっちゃいそう。よし、それじゃあ僕から最後の問題ね。頑張るぞ。最強生物クイズ10。とっても寒い北極で暮らす北極グマ。寒さに耐えられるのは体にどんな仕組みがあるからでしょうか。1、体の毛が体温を逃がしにくいから。2、体の毛が熱を出しているから。3、体温が50度くらいあるから。どれだろう。毛が関係してそうだな。決めた。1、体の毛が体温を逃がしにくいから。正解はピンポーン。ラッコくん当たり。やった。北極グマの毛は透明で中が空洞なんだって。空洞には空気が入っていて、この空気が体温を外に逃がさない働きをしているんだ。そうなんだ。北極グマの毛は透明だけど光を反射して白く見えているんだ。透明なんだ。いつかは毛をじっくり見てみたいな。僕はこのふかふかであったかそうな毛で眠りたいな。はあ、眠くなってきちゃった。僕お昼寝してこよう。今日は最強生物のクイズ図鑑からクイズを作ってみたよ。これで君も物知るようになろう。ピンポーン、お届け物です。ネズミちゃんのお家に何か届きました。おばあちゃんからだ。何が入っているんだろう。箱の中身を開けてみると、おばあちゃんが大切に育てたトマトが入っていました。わあ、トマトがたくさん。いくつあるのかしら。ネズミちゃんは数えてみることにしました。1、2、3。たくさんあって数えられないわ。みんなも一緒にネズミちゃんと数え方を勉強しましょう。ヨットに好きな色を塗りましょう。よーい、ドン。みんなは何色がいいかな。1、2、3、4、5、6。
8、9、10。11。やったー。11を指でなぞりましょう。これは11って読むんだよ。大きな声で読みましょう。はなまる。やったー。よくできました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11。広い。トマトの数だけ青い丸に色を塗りましょう。1、2、3、4、6、7、8、9、10。11。やったー。塗った数の数字を丸で囲みましょう。正解。広い。よくできました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11個も入ってた。ネズミちゃんがトマトに夢中なので、ネズミちゃんのお母さんはその日の夜、トマトをたくさん使った料理を作ってくれました。次のお話はこれだよ。もうすぐネズミちゃんのお誕生日です。ラッコくんはいつも一緒に遊んでいるネズミちゃんに何かプレゼントをあげようと思いました。ネズミちゃんは何をもらったら嬉しいかな。そうだ、僕がネズミちゃんに王冠を作ってあげよう。きっと喜ぶだろうな。やったー。行ってきまーす。Thank you.
と。ひらい、おめでとう。よくできました。ネズミちゃん、お誕生日おめでとう。これは僕からのプレゼントだよ。ラッコくんは恥ずかしがりながら、ネズミちゃんの頭に手作りの王冠を乗せてあげました。ネズミちゃんは、ありがとうラッコくんと言って、飛び上がって喜びました。みんな、どうだったかな？面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンを押してね。また見てね。